お世話になっております、マサルです。今回はプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスについて一緒に勉強していきましょう。それでは始めていきます。先に結論からお伝えしておくと、プライベート IP アドレスというのは社内や家庭で利用される IP アドレス、グローバル IP アドレスというのはインターネットの中で利用される IP アドレスです。詳しく見ていきましょう。まず IPv4 アドレスは 32bit で構成されているので、約42億個の IP アドレスが存在することになります。インターネットが始まったばかりの頃は42億個あれば十分だと判断していたのですが、インターネットに参加する端末がどんどん増えていくと IP アドレスの不足が問題になっていきました。そこで IP アドレスをプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスに分けることにしました。プライベート IP アドレスは同一LAN内で重複がなければ自由に使うことができます。例えばマサルの家で 192.168.0.1 という IP アドレスを使ってもいいし、 A さんの会社のパソコンで 192.168.0.1 という IP アドレスを使っても問題ありません。どうして同じ IP アドレスを使っても問題ないかというと、インターネットを経由して通信するときにはプライベート IP アドレスでは通信できないようにしているからです。インターネット上で通信したいときにはグローバル IP アドレスが必要です。グローバル IP アドレスは ICANN という団体が管理しています。グローバル IP アドレスを払い出すときには重複しないように IP アドレスが払い出されます。もし LAN 内の端末がインターネット上で通信したい場合は、プライベート IP のままではインターネット上で通信することができないので、グローバル IP アドレスに変換して通信します。グローバル IP アドレスであればインターネット上で通信することができます。 IP アドレスを変換する機能のことを NAT と言います。 NAT は別の動画で詳しく説明する予定です。現時点では IP アドレスを変換する機能だと理解しておいてください。少し話をまとめます。 IP アドレスが足りないという問題があって、その解決策としてプライベート IP アドレスを使って LAN 内であれば自由に IP アドレスを使うことができるようになりました。LAN 内の端末でインターネット上で通信したいときにはプライベート IP アドレスでは通信することができないので、グローバル IP アドレスを使って通信するという流れです。プライベート IP アドレスについてもう少し詳しく説明します。プライベート IP アドレスには範囲があります。クラス A では 10.0.0.0 から 10.255.255.255 まで、クラス B では 172.16.0.0 から 172.31.255.255 まで、クラス C では 192.168.0.0 から192.168.255.255 までです。この範囲内であれば LAN 内で自由に IP アドレスとして使うことができます。逆にこの範囲外がグローバル IP アドレスとして利用されています。今こうやって皆さんが動画を見てくださっているということは、皆さんが今使っているスマホやパソコンも IP アドレスが設定されています。 Windows の環境であればコマンドプロンプトで ipconfig と入力すれば IP アドレスを確認することができます。グローバル IP アドレスを調べたいときは Google などの検索サイトで IP アドレスと検索すれば、現在使っているグローバル IP アドレスの情報を調べるサイトがあります。それでは次にパケットトレーサーを使ってプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスの使われ方を実際に見てみたいと思います。それではパケットトレーサーを使ってプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスの使われ方を見ていきます。青いネットワークと黄色いネットワークはそれぞれ LAN だと思ってください。それぞれ LAN の中でプライベート IP アドレスとして 192.168.10 のネットワークを使っています。今回 PC1 は 192.168.10.1 の IP アドレス、サーバー0も 192.168.10.1 同じ IP アドレスを使っています。別々の LAN であれば IP アドレスが重複しても問題はありません。緑のネットワークはインターネットだと思ってください。今回はグローバル IP アドレスとして 110.10.1 と 110.10.2 を IP アドレスが使われています。例えば青色のネットワークの中で PC0 と PC1 が通信したければ、それぞれプライベート IP アドレスを持っているのでそのまま通信することができます。インターネットを経由して通信したい場合はプライベート IP アドレスのままだと通信することができないので、ルーターでグローバル IP アドレス 110.10.10.1 に IP アドレスを変換してもらって通信します。一方サーバー側では 192.168.10.1 というサーバーを作っていますが、プライベート IP アドレスのままだとインターネット側から通信を受信することができないので、グローバル IP アドレスである 110.10.10.2 へ通信が来た時にはその通信の宛先を
サーバーが持っている 192.168.10.1 に IP アドレスを変換して届けるような設定をこのルーター1に入れています。それでは実際に見てみましょう。 PC0 からサーバー0に向かって通信してみたいと思います。サーバー0は Web サーバーとして稼働しているので、PC0 からサーバー0にアクセスしてみて、どのような IP アドレスの動きになるのか見てみたいと思います。PC0 を選択してデスクトップタブから Web ブラウザを選択します。サーバー0自身は 192.168.10.1 の IP アドレスを設定していますが、プライベート IP アドレスでは通信することができないので、IP アドレスは 110.10.10.2 を設定します。IP アドレス 110.10.10.2 を設定できたら Go を押します。問題なく Web サーバーと通信できて、トップページの情報が見えています。では具体的にどのような通信が発生したのか、シミュレーションモードを使って見てみたいと思います。シミュレーションモードを選択して、フィルターが HTTP だけになっていることを確認してください。ではやっていきます。PC0 をクリックして、もう一度 Web ブラウザを使って通信したいので、Go ボタンを押してみてください。プレイコントロールズから情報を進めていきましょう。すると HTTP の通信ができています。PC0 からスイッチに渡って、スイッチからルーターに入って、このルーターでどのような IP アドレスの変換がされているのか見てみたいと思います。ルーター0に入ってきた時の情報、インレイヤーズの情報で、送信元 IP アドレスは 192.168.10.1、PC0 の IP アドレスになっていますが、アウトレイヤーズ、ルーター0から出ていく時には、グローバル IP アドレスである 110.10.10.1 に変換されています。プライベート IP アドレスのままだと出ていくことができないので、グローバル IP アドレスに変換してあげているということですね。では進めていきます。ルーター1に届きました。ルーター1で受信した時の IP アドレスの宛先 IP アドレスは 110.10.2、 ルーター1から出ていく時のアウトレイヤーズの宛先 IP アドレスは 192.168.10.1 に変換されています。つまり宛先 IP アドレスがグローバル IP アドレスから内部のプライベート IP アドレスに変換されているということです。このように IP アドレスを変換してあげて、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスをうまく使って IP アドレスを節約しながら通信することができています。それではパケットトレーサーを使ってプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスの流れを見てもらいました。最後に今回の学習内容をまとめておきましょう。今回はプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスについて一緒に勉強しました。プライベート IP アドレスというのは社内や家庭で利用されている IP アドレスです。LAN内で重複しなければ自由に使うことができます。一方、グローバル IP アドレスはインターネットの中で利用される IP アドレスです。この IP アドレスはインターネットの中で使う IP アドレスなので重複してはいけません。グローバル IP アドレスは重複してはいけないので管理している団体があります。IP アドレスを管理している団体の名前は ICANN という団体です。プライベート IP アドレスの範囲はちょっと大変なんですけど覚えるようにしてください。クラス A の範囲が 10.0.0.0 から 10.255255255、 クラス B の範囲が 172.16.0.0 から 172.31.255255、 クラス C の範囲が 192.168.0.0 から 192.168.255255 です。それでは今回はプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスについて一緒に勉強しました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。